さんこんにちは、マイニーです。本日ご紹介する動画はジェルライトの比較動画になります。それでは行ってみましょう。はい、ということで早速やっていきたいと思います。こっち左側この丸い小さい方が前もね動画で紹介した立花ジェルの旧型のライトになります。でこっちの大きい方が新しいものでココイストのルブランだったかなっていうライトになります。これがねどう違うかをちょっと比較していきたいと思います。説明書を見ながら比較していこうと思うんですが、立花ジェルの方はあのねどこかへ行ってしまったので説明書がこれなんかパッと見で分かる感じで比較をしていけたらいいかなと思います。まあパッと見で違うよね、サイズとか形が。こっちの立花ジェルの旧型の方はまああのコンパクトだから持ち運ぶ時とかもコンパクトなのでいいなって思ってました。こっちのココイストさんの方は大きいけど、あ見えないか、ちょっと持ち運ぶ、ちょっと部屋内よ室内を持ち運ぶ時とかだったらここに持ち手があるんでこれ引っ掛けて持ち運べるのでその点はいいかなと思います。サイズ的にはちょっと大きいので出張ネイルみたいな時とかは若干かさばるかもしれない。まあでも収納次第って感じですかね。アームレストとしてライトを使う場合はこっちのココイストさんの方がここが大きいから乗せやすいかも。立花ジェルもまあ乗せれるんだけどちょっとちっちゃいから乗せるお客様側としてはちょっと乗せづらいとこはあるかもね。あそうそう、大きく違うのはこっちの立花ジェルはコード、これコードをねこうやって刺さないと電源が入らないんですね。なんですがこっちのココイストさんの方は電源がここのボタンになってます。基本これはもうコードレスのタイプなので充電して使えるタイプです。それいいよね。最近そういうライト多い気がするけどそれすごくいいと思います。充電式のコードレスで電源つけるとき今ここ押したけどこの90っていう書いてあるところを長押しするとつけたり消したりこれができます。ここが大きく違うかな。一応充電はここに付属のコードを挿して充電します。確か満タンになるまで6から7時間だったかな。それは説明書に書いてあると思う。連続使用時間は140分から150分だそうです。十分でね、一人のお客様やるのには十分で、まあ一人お客様終わってまたすぐ過ぎ施術があったとしてもオフとかケアとかその時に充電しておいてで十分いけるんじゃないかと思います。こっち向きか。ここのボタンの上にこのライトの点滅、ここだけね見えるのかな、これあ点滅してるとこあると思うんですけどここが4つ光がついてると充電 100% で今ね1個だけでしかも点滅してるからもうちょっとで充電なくなりますっていう合図ですね。これはだからそれも分かりやすいね。そうそう、これちょっと一回抜きます。抜こう、うん、でこれはね UV も LED も両方波長が出てるので両方固めれるやつ。立花ジェルもね確かそうだったはず、そうだったはず。ハイブリッドライトだからこれワット数多分説明書がねあればねワット数分かったと思うんですけど、まあなんせ説明書がないもんですからないもんですからワット数が分かんない。36ワットだったと思うこれ確か。でココイストさんの方も何ワット？36ワットです。だから一緒。あとはボタンも違うんだよね。ボタンの何秒数っていうの、ここにね立花ジェルの方はここにボタンが4つあります。で15秒30秒45秒60秒っていう4つのボタン。立花ジェルのこの45秒だけ四角で囲ってあるんですけどこれはねあのローヒートモード、ローヒートモードだったのかな、効果熱を軽減させるボタンになるのでトップとか塗った時にトップ厚く塗ったりすると思うので一番効果熱が出やすいと思うんですがこのボタンを使えば徐々に固まっていくので効果熱を抑えられるものになってます。で、まあ、あとはこれパリ効果で、まあ、そのジェルのカラージェル、ベースジェルとかによってこの秒数を変える感じですね。で一方ココイストさんの方はちょっと電源が落ちましたのでもう一回つけます。はい、コイストさんは10秒、30秒、60秒、90秒ですね。ちょっと違うね。だこの10秒とかはココイストのジェル仮効果するときは10秒、まあ、多分メーカーによってね仮効果の時間とか仮効果はダメとかあると思うんですけどそれの仕様になってると思います。これは10秒と30秒、60秒、
90秒。でこの90秒っていうのがローヒートモードで、まあボタンを押せば変えれます。でこのローヒートモードもこれはね確か点滅しながらライトがついて高加熱、まあ、なんで一気にジェルを固めずに高加熱を軽減させるものになってるみたいです。なんかね2秒に1回ライトが最初の方光るって感じですね。で両方ともこれはセンサーなので今手入れたらついてます。ちょっとこうやって光が見えるかな。あで今こっちローヒートモードだから点滅してる。こっちは今ちょっとローヒートモードでもね30秒かなので、まあこれはちょっとずっとついてるんですけど、そんな感じです。今度こっち側、まあサイズが違うので手を入れる入り口の高さというか大きさも違う。ほら全然違うわ。なんかこっちの方がここの何ここの手を入れる場所が高いからぶつかりにくいかもね。ちょっとリッカジェルの方は若干ここが小さかったのでここに当たる方が多かったけど、そういうのは少なくなりそう。あとこれやったついでに中の色が違うね。ちょっと裏返して、これ両方とも下のこの底の部分は外れるので外します。これも外します。で見ると、まあ、サイズが違うからライトの数が違うのかな。両方ともライトでいっぱい中たくさんついてる気がするけど何個なんだろう。まあでもこんだけライトがあれば照射ムラがなくなりそうな気がする。私の力ではパッと数えられません。であと大きく違うのは中の色ですね。こっちのココイソさんの方は真っ白で、こっちのリッカジェルさんは黒。まあライトがついた時の感じで言うとこっちの黒の方が反射が少ないので眩しくはないかも。そこまでまあ多少眩しいけど。でこっちのココイソさんの方は中が真っ白でこの底面がシルバーなので結構反射して、これはちょっと眩しいなっていう感じはしました。まあ直接見なければね大丈夫だと思います。結構光強いんでこのジェルのライトって、まあ直接光は見ない方がいいよね。ちょっと覗きたくなったりする時もあるけど。でそこ外したついでに、ちょっと私が今さっき触ったからちょっと指紋がついちゃった。これ手を置くガイドライン、指のこの点に合わせてこうやって手を置く。右手だったらこう、左手だったらこう、で親指はここ。めっちゃ汚い、めっちゃ汚いよ。はい親指はここって感じ。まあでもまあリカジェルのライト前も紹介してるんで、こっちはねここがガイドラインですね。指を置くこのなんかこの曲線、ここにこうやって置いてねっていうガイドライン。はい、戻して、これね裏面は磁石なんでくっつけやすい。あで、ちなみに私この何リッカジェルさんのライト何度か落としてるんで、この底面がちょっとはめづらくなっちゃったっていう、落とさないように気をつけてください皆さんは。であとは裏の違いで言うと、これはもうココヒトさんにしかついてないけど、ここのスタンドが2つ、こことここについてますね。これは何ぞやと言いますと、この外側のスタンドはフットやる時のスタンドですね。ちょっとそこ今またつけちゃったけど、フットもいける。フットやる時はこれ外してここのスタンドを立てます。ちょっとこのじゃあわかんないか、こうやってやるとこのスタンド分だけ高さが出るのでフットに持ってこい。フットって足の甲が高いからここがね天井に当たっちゃったりすることがあると思うんですけど、これでそれも解消できるっていうね。これいいよね、これ結構私好きです。もう一個のスタンド、こっちの方がなんか大きいのにスタンドで、この底面についてるんですね。だから普通にハンドやるときもこれでいけるんですよね。ハンドやるときって5本まあもちろんやるんですけど、親指だけなんだろう向きが違うじゃないですか、横向いちゃってるから他の指と比べて。だから親指別でやる方多いと思いますが、その時にねこれね便利だと思います。こういうテーブルの上に置いて、まあ、4本は普通にこうやって入れるでしょ。で親指だけ入れたい時ってあると思うんですけど、ここのスタンドがあるからこの底面にねこのスタンド分だけ高さが出るんで、親指だけ入れる時にこうやって手を添えれるんですね。この底面をこうやって掴む感じで入れると入れれる。でこの4下になってる4本のよりもこの床下のテーブルにはだらんとしなければつかない、ちゃんとつかんでればつかないので、これねすごくいいと思います。はい、であとはねこれ多分リッカジェルにはない機能だと思うんだけど、こっちつけますね。これ電源入れてこれなんかピッピッって言うじゃないですか、これでピッピ、このピの音がちょっとなーっていう方は
ここかな、ローヒートモードじゃない、嘘、10秒ボタンを長押し、今ピッて言ったと思うんですけど、このピッ、10秒長押ししてピッて鳴ったらもう音がねサイレントになります。だからもうピッピピッピ気になるわっていう方はここを長押しするとね消せるよという感じです。あとこれね、まあ両方ともなんですけど、こういうとこにジェルがついてとか汚れたりするじゃないですか。そういう時はアセトンとかで拭くと、まあ一発で取れるだろうけど、アセトンで取るとこの本体自体が傷んでしまいますので、それはやめてねっていうことだそうです。だからまあ私の経験上、エタノールで拭けば曇ることなく、ついてしまったジェルとかを固めてないじゃない、取ることができるのでいいかなと思います。うん、まあこんなもんかな、機能としてはそんな感じだと思われます。まああとは好き嫌いだ、好みだと思いますけど、大きい方がいいかちっちゃい方がいいか、四角い方がいいか丸っこい方がいいかみたいな、そういう感じだと思います。うん、でも手はねすごい入れやすそうだね、やっぱり手元も見えるしね、という感じです。ココイストさん、なんか他にもライトがあるみたいなんですが、ルブランがそのある中で一番新しいライトだそうですね。まあそんな感じかな、よいしょ。じゃあこんな感じになります。汚いのが。でまあライトって高いからそんな何個もポンポンね買えないと思うけど、いろいろ私の今回こういう動画とか、まあ他の動画とかなんか説明してる方がいたら、それを見てみたりとかして、まあいいなと思うものを購入するのがいいかと思います。ただワット数だけ気をつけた方がいいかな。36ワットはあった方がいいはず、あった方がいいと思うので、効果不良とかね起こしたりする可能性もあるんで、36ワットはあるものを選ぶといいと思います。はい、では本日はこんな感じで、ココイストさんのライトとリッカジェルさんのライトを比較してみました。では本日の動画は以上になります。最後までご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録もぜひよろしくお願いします。それじゃあバイバイ。